今回は推しの子2期、第3話に対するネットの反応集、感想を紹介します。ではご覧ください。2期でも見合いもんあった。推しの子面白いじゃん。これ吉祥寺先生と阿鼻子先生の2人だけでもいけるな。面白かった。やっぱり吐き出さないとな。ルビーちゃんキャワは、やっぱりメインヒロインなんだよな。阿鼻子先生と吉祥寺先生で泣いた。ピンク髪の子推しさ。今日は魔の作者会であった。安定した面白さやな。漫画家2人の言い合いめちゃ良かった。吉祥寺先生いい人すぎる。阿鼻子先生との本気の罵り合いには笑ったけど。アクアとアカネちゃんとのデート会と思いきや吉祥寺先生と阿鼻子先生の漫画家としての悩みや友情が楽しめたな。溜まってる感情を思いっきり言い合える関係良いよね。前半動きの少ない説明パートもアカネの可愛さでカバーしてしまうのがずるいな。後半未熟ゆえに周りを頼れず追い詰められていく阿鼻子先生と、弟子に追い越されても見捨てられず彼女を救い出す吉祥寺先生。互いに本音をぶつけ合うシーンでは伊藤静香、桜あやね御用人の掛け合い演技を堪能。原作崩さずに補足もしていてアニメ作品としては完成度高いな。あやねるの演技すごかったな。あっという間に時間が経つなぁ。今週も面白かった。今日は魔の漫画家三成人すぎる。よりこ先生とアビコ先生の言い合いめちゃくちゃ良かったわ。よりこ先生が役者たちに漫画家のこと話してるくだりもとても勉強になった。とても満足度の高い良い回だった。うわ、朝から泣いてしまったぜ。吉祥寺先生の言葉がぐさぐさ刺さりまくった。推しの子14は CM カットしたら27分弱あった。さりげなく拡大放送してる。14話は原作通りで安定した作画が素晴らしかった。今回もアカネが可愛すぎる。あっという間に終わってしまった。舞台や漫画家の苦悩や葛藤が書かれてる。師匠ってのは、いつまでも偉大。阿鼻子先生と吉祥寺先生が言葉で殴り合いしてるとこで泣いてた。かなちゃんのやだー、が可愛い。ハンメグミさんの声の出し方よー。アカネちゃん可愛い。貴重なメモ帳の出番だ。出番少なくても、妹が可愛い。体験型演劇初体験のアクアを通して、馴染みのない視聴者にも知らせてくれるのは助かる。阿鼻子先生と吉祥寺先生の間すらギスギスすると思わせてから、仲良く喧嘩、指定の絆にまだ改善する余地があると感じる。アクアが草の根活動を始めたよ。これはごあさんと和解もあるか？阿鼻子と吉祥寺先生の指定愛が泣ける。アニメ業界も大変そうだけど漫画家業界も大変なんだなぁと実感。漫画家がメディア化の際にキャラの特性を変更されたりすることに嫌悪があるのは十分理解できる。誰しもメディア化で作品を汚そうなどとしているわけではないので難しい問題だなぁ。舞台鑑賞としてのコミュ力ぶつかり稽古会。アクアの舞台の脚本の参考という切り口が絶妙。さすが元医者の先生のコミュ力。すでにアクアはこの件で仕事をした形になってる。何もできないと言って根本の問題にはしっかり突っ込んでいる指定のコミュ力ぶつかり稽古には笑った。話が進むにつれファタールとオープニング映像がビタッとくる感じがする。メルト君的には先生と仲良くなりたいんだろうけど、今の時点じゃどうやっても無理だよな。アカネが嬉しくて顔むにゃむにゃしてるカット素晴らしい。もうアカネちゃんとくっつけよアクア。と心底思うわ。アカネやカナの2話までの演技している最中の顔アップの作画は言うまでもなく綺麗だったけど、吉祥寺先生宅で雑談中のやや遠目の可愛い系の作画も良かった。オフの時の年相応の幼さが出てる感じがした。阿鼻子と吉祥寺先生の喧嘩すごかった。この会話劇だけで二人の第一印象が変わるジェットコースターのような掘り下げだった。阿鼻子先生今日は魔の最終回を見てたけど初見だったのかな。最終回はちょっと評判良いんだよな。マジで吉祥寺先生くらいじゃないと付き合えないよな阿鼻子先生。自分の脳内をそのまま出力した映像が作りたいなら全部自分でやるしかないわけで折り合いつけなきゃ。阿鼻子先生が実写今日は見てブチ切れてる姿が目に浮かぶ。最後に最終話見てるのはアニオリかな、多分。なんか話が生々しくって、セリフの応酬もきつくてすごく面白い。
メディアミックス作品に時間かけるくらいなら吉祥寺先生のように任せて、自分の作品にきちんと向き合うことの方が100倍大事。それが作品を大事にすることに最もつながる。ステージアラウンドは一回行ったけどすごかったな。アビコ先生と吉祥寺先生、この二人の物語は書き直すことができて強固な絆になったのだろうな。今のご時世の穏便に済ませようとしてるけど、どこかに極的で決裂したら即ブロ抹消な人間関係見てるとより一層そう思う。14は良かったわ。ほんと良かったわ。アビコ役の桜彩音がハマりすぎ、実際どうかは知らんけど、きっとオーディションじゃなくてオファーなんだろうと想像。先生たちのガチ口論。最後のアビコ先生の愛がグッとくる。好きなものは汚されたくないわ。舞台のポテンシャルをアクアに見せるところから、これをアビコ先生に伝える式で終わり。繋げ方うまいなぁ。東京ブレイドを普通に舞台で見てみたいです。アカネちゃんニッコニコで可愛かったわ。自分が好きなものを自分の好きな人が褒めるのはそら嬉しいわな。腹の中のぶちまけ合い面白かったわ。イチャイチャよりこういうのが見たい。今回の話があるからアビコ先生は結構好きな人多いのよ。今日はまドラマがなければアビコ先生もあそこまで固くなにはなってなかったと思うとマジでカブラギは罪深い。ある意味好きだからこそのイチャイチャだった。でも熱くて泣けた。原作でも大好きな喧嘩シーン。見事にアニメ化してくれて大満足よ。まあこれで舞台見て原作者が理解してくれる感じか。何せ天才だからな。神回だったわ。てかあのステージ潰れとったんかい。好評だとは聞いてたけど日本はもうあかんな。2期になってからアカネちゃんの可愛さが天井知らず。漫画家同士の本音のぶつかり合いが良かった。これ原作者の本心が入っているだろうなぁ、というセリフもあって面白かった。アクアの希望がなかなか冴えている。舞台を見に行ったアビコがどう感じるか、とても楽しみ。アカネいっぱい出てくるし、ミナミも出てきて嬉しい。久々見合いもん聞けてよかった。逆ギレしたより子先生が素敵すぎますし、本気でぶつからなきゃ伝わらないことがあるということでしょうか。舞台を見た時のアクアさんやアカネさんの反応が良く、これだけでなんだか気持ちがほっこりします。有馬かなの悲壮感やばい。悲しみのあまり鹿の子になっちゃいそう。あまりにも黒川アカネのヒロイン力が上がりすぎてるので部が悪いです。原作者サイドと脚本家サイドの事情を汲み取ったアクアさんがまた活躍してしまうところ期待です。アビコ先生が好きになったわ。あと朝の泣きの絞り出すような声がすごかった。指定可愛いなぁ。やっぱりこの話好きだなぁ。あれで言い返せる吉祥寺先生に惚れた。自分ならしょんぼりしてしまうだろう。アビコ先生の心情、本音のぶちまけ合戦がとても良かった。あと黒川あかねがとんでもなく可愛いし押せる。岩見さん相変わらず演技うまいなぁ。今回は推しの子2期、第3話に対するネットの反応集、感想を紹介しました。この動画が良いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。